影山奈のマナーモード。今夜も始まりましたマナーモード。パーソナリティを務めるのは私影山奈。シンガーソングライター、モデルとして活動している私影山奈が日常の生活や活動を通して感じたことや今気になっていることなどを気ままにトークしていきます。ラジオを聴いているこの時間はリスナーの皆さんにマナモードになってもらおうという番組です。それでは、これからの30分間あなたのスイッチをマナーモードに切り替えてお楽しみください。今日のトークテーマはミスコンということで、皆さんからのなんかねミスコンのイメージとか何かあったらぜひぜひメッセージお待ちしています。はい、ということでなんかね梅雨全然から梅雨ですね皆さんもめっちゃいい天気で日焼けとかしてる人もいるんじゃないですかね。私もあの先週のね金曜日にちょっととある撮影でずっと外だったんですけど結構ね日焼け止め塗りまくったんですけどちょっと焼けました。これでも見えますかツイキャスの皆さんじゃあねまだどうなんですかね黒くはないと思うんですけどちょっと焼けたかなって感じですね。なんかね、はい、結構1週間いろいろあったんですけどそう木曜日先週の木曜日にモッツでライブがありました。見に来てくださった方々ありがとうございます。ですねエンジェルっていうアイドルグループと亀谷あゆみさんっていうシンガーソングライターの方と荒垣隆さんっていう、ギター弾き語りで歌ってる方と共演させていただいたんですけれどもなんか皆さんそれぞれジャンルも世代ももう本当に全然違うアーティストが集まってたのですごく新鮮で楽しかったですね。でまさかのまさかでモッツェってねあれなんですよね順番が直前にしか決まらなくてくじ引きかじゃんけんか今回はじゃんけんだったんですけど見事に負けまして鳥というね大役をねやることになりまして、まあ、鳥だったんですけど皆さん最後まで残ってくれて本当にありがとうございました。はい、ということでそして今日のトークテーマミスコンということですけど今週じゃないね先週の土曜日にミスアース沖縄代表選出大会が行われたんですけれども私も、ね、知ってる方はいるかもしれないんですけど知らない方もいると思うのでちょっと説明させていただくと去年のミスアース沖縄っていうミスコンに参加しましてなんとグランプリをいただきましてありがとうございますそう、それで1年間活動をしてきたんですけれども2017年のミスアース沖縄代表として大会にもお手伝いに行ったんですけれどももうねなんかこのファイナリストね今回は7名で出てたんですけれども熱いトークと素敵なウォーキングと見て私ももうこの1年前に同じ気持ちでこうステージに立ったことを思い出してなんかファイナリストが出てきた瞬間号泣してしまいまして本当にもう大変だったんですけど本当にすごくなんていうんですかね改めてこの環境保護とかについて考えたりとか自分を見つめなんか自分の普段の生活だったりなんか自分ちゃんと環境保護になんか考えてるかな普段なんかできてるかなって考え直す見つめ直すきっかけになる大会なので本当に素晴らしい大会だなって改めて感じたんですけれども、まあ、今日はミスコンテストに私が参加して感じたこととかなんか思い出話とかもできたらいいなと思っているので皆さん最後までぜひぜひ聞いてくれると嬉しいです。あ、そうミスアースの沖縄代表がですね嘉手川奈々さんに決定したんですけれども同じ事務所で1個下だったかな22歳の方ですごく身長もスラッとしててもうねトークも本当にスピーチも素晴らしかったですしウォーキングも輝いてても皆さんすごかったんですけどこの嘉手川奈々さんが日本大会出場しますので皆さんで応援しましょうということでねはい今日のトークテーマはミスコンということで皆様からのメッセージもお待ちしています。番組へのメールアドレスは 797@fmギノワン.com
797@fmギノワン.com、ユーストリーム、ツイキャス、サイマル放送でもお聞きいただけます。日線ラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます。スマホでお聞きの方は無料アプリ日線ラジオでお聞きください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM ギノワンを選曲してください。番組を聞きながらのメッセージもどしどしお待ちしています。アゲナマナのマナーモード、この番組は Music for Your Life サードウェーブの提供でお届けいたします。なんか今日あんまり聞こえないんですよ。耳が聞こえにくいです。耳が聞こえない。大丈夫ですか？大丈夫です。気のせいかな。じゃあ撮ります。はい、はい、チーズ。もしかしたらこれが小さめになってるのかな、うん、今どうですかね。あ、聞こえそう。ちょっとまた放送しながら直していきましょう。放送の途中で。今週も始まりましたマナーモード。今日のトークテーマはミスコン。皆様からのメッセージもお待ちしています。番組へのメールアドレスは797@fmギノワン.com、 ツイキャスでのメッセージもお待ちしています。ということで、ツイキャス、くにちゃんさん、こんばんは。こんばんは。今日も聞いてくれてありがとうございます。皆さん、なんかミスコンって言ったらどういうイメージがありますか？なんかありますか？私はですね、ミスコンのイメージはもうなんか大奥っていうイメージがあって、本当に女同士の戦いみたいな感じのイメージだったんですけど、そしてなんかなんていうんですかね、この受ける人っていうかは人は自分に自信があってこう輝いている女性がみんな出てるイメージ でずっと私には絶対向いてないなって思ってたんですけれども、まさかね、私がミスコンを受けると全然思ってなくて、で受けたきっかけなんですけど、ちょうどね、去年なんか新しいことに何か挑戦したいっていう、ね、最初なんていうんですか、年明けてなんかいろいろ計画立てるじゃないですか。1年何しようかなみたいな。でよし、今年は何か新しいことに挑戦しようみたいな。何っては決めてなかったんですけど、そう、それで思ってて、で自分はこれからどうしていきたいのかとか考えた時に、私には夢があって、こう沖縄を代表するアーティストになることが夢なんですけど、沖縄を代表するアーティストになったとして、沖縄を出た時に誇りを持って私はウチナーンチュって言えるのかなって考えた時に、なんか全然沖縄のことあんまり知らないなと思って、知らないし、なんか誇りを持てることが何の取り柄もないっていうことに気づいたんですね。それで、どうしようどうしようって悩んでる時に、たまたま事務所からこういうミスコンがあるけど受けてみないっていう話が来て、で、ミスコンは絶対受けたくないって思ってたんですけど、このミスアースのこの趣旨というか大会の趣旨を見た時に、ミスアースはアース、地球っていうように、地球の環境問題に関するなんていうんですかね、意識を高めていくっていうかことが書いてあって、でやっぱ沖縄ってすごく自然がいっぱいで、なんかこういう自然が、綺麗な自然がある中でやっぱり環境問題ってすごくたくさんあって、サンゴの白化だったりとかね、なんかリゾート建築ので汚染だったりとか、いろいろな問題を
目の当たりに目の当たりっていうかね、調べて知って、なんか私にできることはないかなって考えて、で受けようと思ったんですけれども、でね、それでミスアースを受けまして、でもともとあれだったんですよ、あのミスアースはあの2001年から開催されてたんですけど、東京の方でこう全国大会っていうか日本大会だけあの開催されてたみたいで、であの去年初めて地方大会が開催されて、で沖縄でもやるっていうことで、私は初めてミスアースの存在を知ったんですけど、それで受けて、でなんとグランプリに選んでいただきまして、1年間活動をしてきました。でね、なんか大会はどんなことをするかっていうと、まず審査がですね、日本大会では水着審査、そしてウォーキング、自己 PR、まあ、スピーチですね、スピーチ審査、そして質疑応答で、ミスアースはなんとダンスもあったんですけど、ダンスがね、水着でダンスだったんですよ。うん、私も受けた時、一応なんかそんなに太ってる方ではないと思うんですけど、あの水着着れる体型ではなくて当時で、一応沖縄大会でグランプリが決まって、あの日本大会までが1ヶ月半しか期間がなくて、でもそれでもうこの1ヶ月半の間でもう水着を着れる体型にならないといけなかったんですよね。それで、まあ、一応副賞としてこのワイヤードジムっていうねところで、このパーソナルトレーニングを受けられるということで、まあ、トレーニングをしたんですけれども、結構きつかったですね、今正直に言うと。週3で一応通って、で 2時間半とかみっちりやるんですけど、で食事も管理されてて、あのもう炭水化物も一応食べれたんですけど、玄米と、あのなんていうんですかね、ハイガパンとかそういうものだったりとか、あと胸肉で茹でる蒸すっていうこの料理法みたいな感じで、いろいろ結構決められてて、量とかすごい大変だったんですけど、でも1ヶ月半で結構引き締まって、なんかお腹とかも割れてましたね、その時は。そうそうそう。でね、098TV っていうあの沖縄の深夜番組、結構人気のねトーク番組があるんですけど、なんか、まあ、それでそのトーク番組に2回ぐらい出させていただいたんですけど、あの大会の時のね、あの映像がこう取材してくれて、で久しぶりにこの大会、沖縄大会の時も流れてて見たんですけど、やっぱ全然違いました、体型が。やばいと思ったんですけど、今もう大会終わって、なんか全然、私ラーメンめっちゃ好きなんですけど、ラーメンがあのずっとあれだったんですよ、我慢してたんですけど、終わった瞬間、沖縄に帰ってきた瞬間、速攻ラーメン食べに行って。でその生活を1ヶ月ぐらい続けてたら、もうすぐ元に戻っちゃって、もうなんかもったいないなと思って今考えたら。っていう感じだったんですけどね、ちょっと話それちゃったね。あのメッセージが来てるので読んでいきたいと思います。ありがとうございます。大塚健一さん、こんばんは。こんばんは。埼玉からツイキャスで見てます。ありがとうございます。こちらは雨です。少し寒いです。雨降ってるんですね。もう沖縄全然雨降らないんですけど、大丈夫ですかね。ちょっと心配ですけどね。ミスアースすごいですね。 ありがとうございます。親父部門はありませんか。親父部門で、ね、なんかミスターアースとかあったらいいんですけどね。なんかミスターダンディーアースみたいなね。あったらいいんですけどね。なんかミスコンじゃなくてミスターコンとかあるんですかね。なんか聞いたことあります。あるとは聞いたことあるんですけど。本当ですか。あんまりね、あのイメージないですよね。ね、世界三大ミスターコンとかあったんだよ。さ、三大で四大ミスターコンとか、ちょっと調べてみよう。水着進化ライザップ、そうそう、ライザップみたいなところに通いましたね。初心者さん、ありがとうございます。ミスワールド、ミスユニバース、ミスインターナショナルと並ぶ世界4大ミスコンテスト、ウィキペディアより、ありがとうございます、調べてくれて。そうなんですよ、4大ミスコンの中の一つのミスアースっていうものがあるんですけど、はい、ありがとうございます。
ボクサーみたいですね、食事制限ね。そうですよね、なんかボクサーってもうこれをずっと続けてるんだなと思ったらもう本当に尊敬しますよね。くにちゃんさん、ひふみさん、どこに隠れてるね、今日どこに隠れてるんですかね。私もまだお会いしてないんですけど、多分後から出てくるんですかね気になりますけど、ひふみさん聞いてますかということで皆さんメッセージもありがとうございます。はい、あ、大塚健二さん、キャンさん、沖縄ミスターコーンあったら出てくださいねっていやいやいや、30超えてからきついんじゃないですかいや、そっか、ミスコンって結構あの年齢宣言もあるんですよね。そうですね、そうそうそう、なんかユニバースとかだった26歳とかだった気がします。多分27歳か26歳とかだった気がするんですけど、うん、まあ、ミスターコーンなんかね、ダンディー なんていうんですかね、ちょっと30代40代向けのジェントルマン的な、そうそうそう、ジェントルマンミスターコンみたいなね、あったらいいんですけどね。はい、はい、ということでここでですね、曲を聴いてもらいたいと思います。なんとですね、今日は私がこうミスコンに参加して、でも本当にいろいろな経験をさせていただいて、たくさん感じることを学ぶことあったんですけれども、あの一番あの大切だなと思ったことが、やっぱり人に対してもこう自然に対しても何に対しても思いやりの心ってすごく大切だなと思って、例えばね、あのゴミが落ちてます、それをまあ誰かが拾うだろうっていうんじゃなくて、まあ、あの拾うっていう、こう思いやりの心っていうか、そういう本当にちっちゃなことなんですけど、なんかそういう小さなことの積み重ねでこう環境保護にもつながっていくのかなって、あの一番すごく身近に感じて作った曲があるんですよ皆さん私一応シンガーソングライターとしても活動しているので、え、今日はその時にあのね、ミスコンに参加してできた曲を歌いたいと思います。ちょっとね、なんか新曲、割と新曲なのですごく緊張してるんですけど、皆さん温かい目でっていうかね、温かい心持ちで聴いていただけたらなと思います。ちょっと準備しましょうね。はい、少々お待ちください準備中です。はい、準備できました。そう、生歌でですよ生歌で今から歌いたいと思います。私のオリジナルソングで Tenderness っていう曲です。聴いてください。例えばそこに助けを求めてる人がいるとしたら、きっと誰かが手を差し伸べるだろう。もしも君がその嘘じゃない、それはきっと自然なことで、誰もが持ってるはずの心、いつだってオレンジ色に輝く。 What makes your heart fall? 誰も気づかないくらい
タケナマナのマナーモード、今日のトークテーマはミスコン。まだまだメールメッセージをお待ちしています。番組へのメールは797@fmgino1.com、 ツイキャスでのメッセージもお待ちしています。ということで、ちょっとオリジナルソング歌ったんですけど、緊張しすぎて止まっちゃいましたまあね、生放送ならではということで、うん、そういうのもいいですよねってプラスにちょっと考えようと思いますはい、皆さん聞いてくれてありがとうございます。恋するかっちゃんさん、メッセージありがとうございます。あ、車の運転さんも、もなちゃん生歌聞いてくれてありがとうございます。恋するかっちゃんさん、もなちゃんこんばんちーす、生歌いいねー、ありがとうございます。初心者さんでいいのかな。テンダーネス、心の中から思わず絞り出てしまうような思いなんですね。そうですね、なんか結構気持ちを込めて歌えましたはい、くにちゃんさん、パチパチパチ。大塚健二さん、あら終わってたんですね、ありがとうございました、ありがとうございます。ということで、ここでアゲナムナのライブ情報です。6月13日、ちょっと今月はもうライブはないんですけど、来月の13日、なんとですね、水曜日なんですよね皆さんということは、
その13日水曜日はですね、マナーモードをちょっとお休みさせていただくという形になりますですけど、多分ね、あのこの後の天パ協会のね2人がお届けしているチュルチュルランドの多分1時間スペシャルになると思うので、皆さんぜひぜひ楽しみにしていてください。ということで、そう、6月13日水曜日に沖縄市のジターヌっていうあのライブハウスがあるんですけれども、そちらの方でライブをさせていただきます。あの県外からね2組アーティストが来まして、ツアーで、それで私もあの沖縄で活動してるアーティストをゲストとして迎えてあのライブをするんですけれども、マッシーさんっていうねギターも歌もピアノもできる素晴らしい、すごい癒される歌声の持ち主がいるんですけど、マッシーさんっていう方とセリカちゃんっていうギター弾き語りで活動してる女の子と私があのゲストで出演しますので、お時間ある方はぜひぜひ来てくれると嬉しいです。沖縄市のね近くの方はぜひ来てください。であのオープンが19時半でスタートが8時になってますので、気になった方は、私あの Facebook、Twitter、Instagram もやってるので、あのローマ字でねアゲナマナって調べていただくと出てくると思うので、でそうそう、あのね私モデルもやってるんですけど、6月9日にあの私が所属しているオフィスリズムっていうモデル事務所のイベントが開催されるんですけど、どこだったかな、手だこホールだったかな、でちょっとね詳細がまだちょっとはっきり分かってないので、来週あの言いたいと発表したいと思いますので、そちらももしあのファッションショーに出るのでぜひぜひ見に来てくれると嬉しいです。はい、ということで、あもうめっちゃあっという間、もう終わっちゃう皆さん今日も聞いてくれてありがとうございました。そう、来週のトークテーマちょっと決めるのを忘れてましたっていうね、来週ちょっとねフリートークでやってみたいと思いますので、皆様からのメッセージもお待ちしています。はい、今日はミスコンについて話したんですけど、なんかもう結構ねもっといろいろ話したかったなと思うんですけど、聞いてくれてありがとうございました。はい、それではアゲナマナのマナーモード、アゲナマナがお届けしました。それではまた来週。そう、あ、30分あっという間、時間延長しようかな、グリちゃんさん再来週はマナさんが1時間でバランス取れますね。再来週マナ1時間していいんですかって言って時間でした、時間でした。